おはようございます。4日目の朝です。今朝って言ったんですけど、もうお昼回ってて昼過ぎです。すっかり寝ちゃってたので、朝と昼両方の食べ物が届いています。これがコーヒー、もうコーヒー温かいの頼んでたのに、もうすっかり冷めちゃってますね。これがランチかな。今日なんか多いな。これがモーニングですね。お腹はめちゃくちゃ空いてるので、今日はデイ4で何もないんですけど、明日がデイ5で PCR 検査があります。あの痛いやつやらないといけない。今日は一日何もない感じです。今日はずっと YouTube を作ってるんですけど、昨日ニュージーランド政府から発表があって、なんとニュージーランドの国境がことが決まりました。私、洗剤とスポンジを日本から持ってきて、もうすっごい役に立ってます。4日目ともなるとフードストックもごちゃついてますね。マスクをつけて取りに行きます。4時間の時差があるので、朝の4時で夜中の12時なんですよ。夜に日本時間で仕事をしてしまって、だからこうどん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 夜中になっていってしまって、で結局朝もこんな風に起きて、デイ4と言いつつ半分慣れて半分慣れてない感じなのかなっていう。目の前はたくさんの人が働いております。同じ高さのところに働いてる人いるんですけど、平気で着替えちゃってるので、ちょっと気をつけないといけないなと思います。それではここで私のスキンケアルーティンを紹介します。朝の洗顔は拭き取り化粧水で拭き取るのみです。その後はニュージーランドのエッサーノというブランドのローズヒップオイルで保湿をします。オイルなのにサラッとしていてベタつかないのでおすすめです。隔離中はすっぴんで過ごしています。唇の乾燥がすごいので、ヘアメイクのプランパーリップで保湿をします。超お気に入りです。私はここでいつも仕事をしてるんですけど、このパソコンで仕事をして、で疲れたらここで横になって、寒くなってきたらお風呂に入って、そしてシャワーを浴びるみたいな感じです。ちなみにこのシャワー、レインシャワーとノーマルのシャワーがあって、ノーマルのシャワー結構ちゃんと出るんですよ。でレインシャワーはこんな感じ。レインシャワーはあんまり使わないかな。使い勝手があんまり良くないので。これ面白いのが、ここトイレなんですけど、ガラス戸がこう動くんですよ。こっちは完全に開放したらトイレが開放されて、トイレ閉めたらシャワーが上に帰ってくるんですよ。4日目だと結構生活感が出ちゃって出ますかね。私、洗剤とスポンジを日本から持ってきて、こういう水筒というかタンブラーを持ってきたので、でこれ洗えないのが結構きついなと思って、日本から持ってきて、すごい役に立ってます。ホテルのティーカップもこういうのも洗えるし、スポンジと洗剤持ってくるのはすごくおすすめです。4日目ともなるとフードストックもごちゃついてますね。朝ごはんでもらうフルーツをね、どうしてもこうこんな感じでずっと置いちゃってます。ポテトチップスちょっと開けて食べたんですけど、なんか全部手抜きレンズに結局置いちゃってて、ずっと置いてますね。使わないあまりのカトラリー、カチュラリー、カチュラリー、カチュラリー。このプラスチックじゃないのがね、ニュージーランドっぽいですよね。切れてきてるのでめっちゃ切りにくいんですけどね。こっちがですね、冷蔵庫です。冷蔵庫にも、まあ、ちょこちょこもらっての食べてないもの飲んでないものを入れております。日本から持ってきた味噌汁はなんか使う場面がなさそうです。機内でもらったヨーグルトもちょっと食べる気になってないですね。早速ちょっとお腹空いたのでご飯にしたいと思います。モーニングがこれです。エッグチーズモーニングブリトーかな。冷めちゃってるんであれなんですけど、あとハッシュポテトついてます。ジャストジュースと、これがなんだ、ビスケット、クッキー、チーズか。おー、美味しそう。チーズライスクラッカー。これは5ドルで頼んだコーヒーなんですが、完全に冷めてます。もうアイスカフェラテになってますね。わー、美味しそう。これランチです。トムヤムスープだね。めっちゃいい匂いしてる。どうしよう、どっちから食べようかな。どっちから食べようか。まだちょっと温かいしね。すごい美味しそう。これはごぼうのスープかな。ロッキーロードというオーストラリアかな。ニュージーランドでもよく食べられるスイーツです。美味しそう。あれ、私 LNP 頼んだんだけどな、ついてないの、なんでだろう。あれー、 LNP がない。あ、でもチェックしてる。ないな。入ってないです。おかしいです。あ、ごぼうじゃなくてオニオンのスープでした。うん、うんふん。冷え冷えの LNP が来ました。よし、ああ LNP、 ああめっちゃ CC レモン、めっちゃ CC レモン。これ CC レモンだよって渡されたら CC レモンだな。ちょっとだけレモン感強くて、ビタン、ちょっと炭酸が弱い感じ。あ、わかった。 LNP の一番いい表現が、あの竹
田のシーセンビタミンレモンってあるじゃないですか、ちっちゃいやつ、あれです。あれとほんと同じ味してる。うん、シーセンビタミンレモンの炭酸をちょっと薄めた感じ。多分これがそれが一番味的に近い気がする。今日はね、ずっと YouTube を作ってるんですけど、ちょっとこんな感じで新しいオープニングを作成したりしています。 Day 4 にして気づいたんですけど、ここめちゃめちゃ Wi-Fi が良くてすっごいサクサク進むんですよ、全部の仕事が。日本の私の自宅だと、まあ、悪くはないですけど、こういろいろ遅くてアップロードとかも結構時間がかかるんですけど、すごいサク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 進むのでめっちゃ快適ですね。やっぱ Wi-Fi 環境って大切なんだなってここに来て気がつきました。この確認の様子もね、このビデオもそうなんですけど、いろいろ撮ってるので、まあ、おいおいゆっくり編集していけたらなっていう風に思っています。快適な理由が分かりましたね。 Wi-Fi ですね。 Wi-Fi は大事です。1日2回ゴミを回収してくれるのとか、まあ、ゴミ出しとかも自分でしないといけないじゃないですか。なんかもう綺麗に回収してくれて、そろそろご飯食べないとなとか思ったらピンポンってご飯がやってくるし、めっちゃ快適です。あ、そして昨日あのニュージーランド政府から発表があって、2022年の4月の30日、4月の末、なんとニュージーランドの国境がことが決まりました。約2年ですかね。もうあらゆる外国人はニュージーランドに入れない状態だったんですけど、ようやくボーダーがオープンすることが決まり、1週間ぐらい前にオーストラリアの国境が開くっていう発表があったんですよ。観光客も受け入れます、国境が開きますっていうのがあって、まあ、ワーキングホリデーとかもね、2年間一切行け入れてない状態なのが、まあ、国境が開くっていうのって結構ビッグニュースな代わり、まあ、ニュージーランドはまだ全然クローズしてるし、開く気配すらなかったんですよ。まあ、今オークランド自体もロックダウン中ですし、この後なんか信号システムみたいなのに変わるんですよ。でその赤信号、黄色信号、青信号みたいなのに変わって、まだまだこの国内だけでも混乱してる状態なので、国境が開くのはまだまだ先かなと思っていたら、なんとなんと発表がありました。4月30日に、観光客を含む外国人の入国、これが、認められる見通しです。ダブルワクチン、2回あのワクチンを打っていたら隔離がなし、この私が今やってる MIQ に入らなくていいことになっています。自主隔離ですね、自宅なりホテルなり7日間の自主隔離でいいことになっています。まだこれは見通しなので、今年のね春夏頃にオーストラリアとトラベルバブルって言って隔離なしに入れる政策を取ったんですけど、これもオーストラリアの感染者が増えて一旦ストップになったりとかいろいろしているので、まだまだちょっとオークランド、まあ、ニュージーランドの状況が今後どうなるかがわからないので 100% 喜べる状態ではないんですけど、まあ、今のところね2022年4月という案内が出ているので、まあこれ以上コロナが増えなければ日本人含め全世界の人がニュージーランドに入ってこれるということになります。すごい進歩で、一歩第一歩がね、昨日長く待たされた人もいると思うんですけど、そう考えたら多分私の今このしている経験、 MIQ でこの過ごしている経験でめちゃくちゃ貴重な経験なので、逆にちょっとエンジョイしようっていう風に再度思いました。まあ、すでにエンジョイしてるんですけど、というわけで今日も引き続き仕事バリバリ仕事して一日を過ごしたいと思います。今は夕方の6時ですね。明るいです、めちゃめちゃ明るい。ちょうどピンポンが鳴りましたね。マスクをつけて取りに行きます。ティファニーに明かりが灯りました。さて外は真っ暗です。夜になってしまいました。 Day4 はそろそろ終わります。今は何時ぐらいだ。11時といったところです。やっぱり人は全然歩いていませんね。ロックダウン中なのもあるし、はい、夕食タイムでございます。昼を食べた後あんまりお腹が空いてなくて6時頃に来たんですけど、11時過ぎですね。だいぶ冷めちゃっていますが今開けました。でも今日も美味しそう。